最後尾に4番山田が下げております。青番第3周回一本棒一取り決まりました。成功法は9番小島です。突っ張り先行となるんでしょうか。その9番小島には3番江本、準決勝では自らまくった江本ですが、今日は9番小島を目標の勝負。6番梅原難関3名、2番友田は中段から先手を追ってのまくり込みか、あるいは好意狙いがあるんでしょうか。頑張ろう宮崎賞。奮起の決勝進出は5番長刈です。そして7番小畑がこのラインから、しかしここは切り替え組、早速切り替えていきます。1番木村が上昇、8番辛坊がつけて、9番小島の方は車を下げました。結局4番車山田、そして2番の友田、この友田がインキで混んでいきます。1番8番友田が3番手のインコースまで上げましたが、ここでサイド下げて12としていきそうです。今度は変わって9番3番6番9番小島が叩き上げていきますが、ここは1番木村が突っ張り先行を取っていきます。木村の先行に8番辛坊、9番小島が3番手、外を自力まくり込むのは2番車友田ですが、先まくりは9番小島、しかし番手8番辛坊が合わせる、インをつくのは7番車、1番先頭から8番9番5番2番追い比べとなっていく、ゴール前は接戦のゴールインです。横一線